本日の議題は、つくば市の未来をもっと明るくするためにできることです。児童たちが議長や議員、執行部となり、児童たちが事前に考えた議題について質疑、討論、採決を行う子ども議会が開かれ、並木小学校の6年生の児童が参加しました。国語の授業で町の未来を考えようということで、子どもたち一人一人がつくば市への提案を考えていったんですけれども、子どもたちから考えるんだったらきちんとつくば市にきちんと提案したいということで、こちらから議会っていうものがあるよということを提案しました。議会では児童たちが事前に考えた3つの議題、資源価量を増やすためのプラスチックの一括回収、公共機関や店舗で外国人を案内する AI ロボットの開発と利用、環境に優しく空き地を有効活用した自転車シェアリングについて話し合いました。実際に使われているつくば市役所の市議会議場で臨場感あふれる中、議会は進められました。まずはじめに議題の説明、提案理由の説明を行いました。私はつくば市です。プラスチックの一括回収を行うことを提案します。次に質疑に移り、議題に対する疑問点などを投げかけました。質問させていただきます。つくば市はゼロカーボンシティを宣言したことを。討論では賛成意見と反対意見、それぞれの立場から意見を述べ、話し合いが行われました。議案第1号について反対の立場で討論いたします。反対派の意見では、費用がかかるので市民の負担が増えるなどの意見が出されました。賛成派の意見では、リサイクル率の向上が狙える、 CO2 削減を望める、分別が簡単になるなどの意見が出されました。このことから私は議案第1号に賛成します。児童たちは真剣な様子で自分の意見を述べたり、さまざまな意見に耳を傾け討論に臨みました。可決することに賛成の諸君の起立を求めます。最後に多数決によって採決が行われ、資源価量を増やすためのプラスチックの一括回収の議題は賛成多数で可決となりました。これにより議案第1号は可決することに決定いたしました。同じようにその他の議題についても同じ流れで話し合いが行われ、2つの議題については否決という結果になりました。事前に学校で行っていた練習とは異なった採決になったようで、話し合いを重ねる重要性を感じる結果となりました。こんな機会はなかなかないので、これからも生かしていきたいです。大人になってからこうなんていうの、子どもとかにもつなげていけたらいいなって思います。ちょっと大変な部分とかもあったんですけど、みんなの意見を聞いてどういうふうに進めていこうか、いろいろ考えながらやれたので、とてもいいこと、経験になったと思います。こういうところでつくば市とかの政治をやってくれてる人もいるんだなってすごい実感できました。議論することで考えを深めることができるので、学校の中でも話し合う、議論するということを大切にしていきたいなと思います。児童たちにとって議会の仕組みや議論することの大切さなどを学んだ一日となりました。